まあ、理事長杯と皆さん略して言いますけど、このメンバーが本当にグランプリとそっくりそのままになります。そうですね、はい、同じメンバーですよね。まあ早い段階に発表されてたんで、はい、まあ、分かってはいましたけど、うんうん、そのなかなかあることもないので我々とても楽しみですけど、どうですかその当事者というか走る方としては。あー、まあ、あ、同じだねぐらいの感じで、そこまでのなんつうか、うん、ことは感じないですけどね、うんうん、まあ、ただ常に走ってるメンバーでもあったり、うん、そうですね、まあ、ただアンドレース俺勝ってるんで、はい、その同じレース展開にはもちろんならないと思いますし、うん、みんな考えてくるでしょうから、はい、まあ、俺が勝つのが逆に難しいメンバーなのかなと思いますけどね、うん、はい、その分の違うハードルができるというか、うん、難易度というか。そうですね、まあ、ただ一番下にいますし、はい、まあ、メンバーは同じだけど同じレースにはならないと思っています。はい、その中で、まあ、いい戦いを、それこそちょっと新田さんの伊藤や青森の凄さみたいなのはなんか。そう、新田最近いいね、うん、新田がちょっといいんで、逆に早い仕掛けになってるんで、はい、あの段階でちょっと口が開くようだと本当に大変なんで、うん、まあ、ラインとしてもしっかりこう気を引き締めていかなくちゃいけないかなと。仕掛けが遅きゃね、はい、ちぎれてもね、ニッタビューンって言って追いかける感じでいいと思うんだけど、はい、あのジャンとかあのぐらいでバーンって行った時にちぎれてたりとか車間空いたりとかすると、うん、もう、まあ、ニッタにも申し訳ないしラインとしてね、あの形ができないんでまずいと思うんでね、ちょっと気持ち入れて走りたいですね。そのなんか、まあ、今年通してというか、いわゆる言葉としてそのいわゆる親父狩りみたいな表現もされる中、うん、スピードレースだったりそのちょっと試さないといけないこととかあると言われてますけど、うん、その辺どうでしょう。そうですね、だから単純にこう速い人間が勝つみたいな競輪に寄せていってるのが僕ら本当に体で感じるし、うん、本当なんというかこう追い込み選手のテクニックだったりとか、うん、ちょっとした小技だったりとかっていうのが通用しない競輪に持っていきつつ、うん、持っていかれつつあるのかなというふうにもう本当に感じてますんで、はい、まあ、そこはね本当与えられた中で自分たちが対応していくしかないと思ってるんで、うん、まあね、本当若い選手強いんでね、はい、なかなか大変ですけど頑張っていけたらいいかなと思います。またちょっとその前橋の特殊なちょっと難しいとよく言われるバンクですけど、その中でいろんなテクニックを、うん、いや前橋はね本当にちょっとしたこの技とかそういうのを出す場面は本当にないです。縦しっかりそこがっていうところです。そう、そしてまたこの友人篠原は余計本当になんていうかフレッシュなメンバーがいっぱい出てくるんで、はい、本当にこう縦のレースになると思いますよ。はい、そこのレースをしっかり。そうですね、まあ、本当応援してくれてるファンがいっぱいいますんで、貢献できるように頑張りたいですね、はい、もちろんグランプリを取ったファンの方は一着で。そうだよね、そうだと思うんで、はい、本当、まあ、何しろ新田に本当にグランプリの時のコメントじゃないけど、はい、新田についていくことだけを考えて走りますよ。確かに本当に新田と一緒の時は本当にもうそれ以外考えられないから、はい、本当そこだけですね、はい、同じ集中力、はい、頑張って。